どうも、おみつと申します。夜のディープな街をさまよっております。ここは長崎県大村市の飲み屋街。お酒飲めない私がなぜ飲み屋街にいるかと申しますと、大村出張でこの近くのホテルに泊まってるのですが、わお、夜のオアシスパブロード。はい、ホテルの方からこの近くに美味しいラーメン屋があるとお聞きしたのです。あごだしラーメンでございます。初です。楽しみです。はい、到着いたしました。本日の夕食はこちら、光ラーメンさんでございます。夜7時半からのオープン、駐車場があるようです。それでは行ってみましょう。カウンターの一番端に座らせていただきました。早速メニューでございます。あごだしラーメン、トッピングがいろいろとございます。味噌ラーメン、こちらもトッピングがいくつかございます。豚骨ラーメン、ピリ辛激辛もあるようですね。ご飯物、おにぎり、チャーシュー丼、焼き飯、スペシャル焼き飯、替え玉もある。裏見てみましょう。裏はお酒類ですね。あとは餃子、雲仙ハム、焼きチャーシューなど。お酒は飲めませんのでお水をいただきました。はい、ありがとうございます。きたー、スペシャル焼き飯でございます。横からじゃよくわかりませんね。上から見てみましょう。じゃーん、出た。こりゃ本当にスペシャルバイ。焼き飯の上にチャーシューが5枚ドカーン、真ん中に温泉卵ドボーン。見たことない焼き飯じゃ。そしてあごだしラーメン、スープが透き通ってる。どうですかこのセット、ハイカロリーの夢のようなセット、いただきます。まずはスープからでしょう。どんな味なんでしょうか。うわ、もういっぱい。これはうまいわ。メモいっときましょう。あごだしラーメンってこんなうまいんだ。うますぎて止まらない。海苔を麺に挟んで食べてみよう。あうー、続いて焼き飯です。キッチンから焼き飯炒めるいい音がしてたんですよ。濃いめの味付けでうまい。禁断の卵の黄身つぶし、うわー、やばい。温泉卵焼き飯に絡めて、焼き飯、温玉、チャーシュー、スペシャルコラボ、うまいに決まってるよね。スープに浸してたチャーシューもいい感じ。口の中で溶ける。温泉卵をたっぷり絡めた焼き飯パート2。ラーメンのチャーシュー2枚目、チャーシュー祭りですね。ラーメンをスル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 と頬張り頬張り、スープをごくごくとごくごくと飲み、焼き飯をもりもり食べ、そしてまたラーメンをスルスルと食べていく。そんなこんなで
ペロリでございました。ごちそうさまでした。美味しかった。グー。場所柄夜からのオープンですが、あごだしラーメンとスペシャルな焼き飯が食べれる光ラーメンさん、おすすめです。気になった方は行かれてみてはいかがでしょうか。